こんにちは。ミュージカルドリーミングファンスラビ牛若湊役の東真光介です。今、ビジュアル撮影を終えて思ったことが、高校生っていいな。はい、僕最近28歳になりまして、高校生って夢があってすごいいいなってめちゃくちゃ思ってます。やっぱり人生において高校生活って本当一部だと思うんですけど、その一部がすごい大事な時期だと思ってて、僕も高校2年生の時にちょうど湊君と同い年の時に俳優をやるっていう決めて決断をして、東京に行こうと思った時のきっかけだったんで、やっぱりこの時期ってすごい、高校2年生ってやっぱりね、進路だったり就職だったりいろいろ考えることがいっぱいある、悩む時期だと思うんですけど、この物語を通してなんか湊君の成長と全員で乗り越えていってもらう姿を劇場で皆さんに見てもらいたいなと思ってます。ぜひ、応援のほどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ミュージカルドリーミングファンセラビー渋谷春日役の坪倉光成です。はい、久々にこのパーフェクト衣装を着させていただきました。やっぱ制服着るとですね、なんか一瞬で春日の役柄を思い出すような、やっぱ僕にとってもこの作品今回3作目になるんですけど、すごい思い出深い作品となってますので、公演楽しみです。そうですね、3作目になって、牛若湊、そして渋谷春日がメインとなってくる話となってきます。僕自身ちょっと気合い入れて、そしてこの素敵なカンパニーで素敵なスタッフさんと一緒に、作品を作り上げていきたいなと思っております。お楽しみにしててください。ミュージカルドリーミングファンスラビは、2024年3月に東京で上映いたします。チケットはただいま好評発売中です。はい、詳しくは公式サイトでぜひチェックしてみてください。劇場に遊びに来てください。待ってます。